リトル・ジョー 5A 号はアメリカ合衆国のマーキュリー計画の一環として行われたマーキュリー宇宙船用緊急脱出用ロケットの無人の発射試験である。失敗に終わったリトル・ジョー5号の再試験を試みるべくマーキュリー宇宙船の実機である14号機を先端に設置したリトル・ジョーロケットは1961年3月18日バージニア州 ワロップス島から発射された。だが、脱出用ロケットは、宇宙船を発射用ロケットに接続した状態で、また予定よりも早く点火してしまい、5号で発生した失敗が再度繰り返された。しかしながら、今回は、地上から宇宙船を発射ロケットと脱出ロケットから切り離す指令が送られ、メインと予備のパラシュートが展開したため、14号機は、 わずかな損傷を負っただけで回収された。宇宙船は次のリトルジョー5バイト号の飛行で再使用され、脱出ロケットを空気抵抗が最大になる時点で作動させるという飛行の目的が3回も試みられることとなった。飛行は5分25秒で終了し、 最大高度1 2トル、飛行距離2 9トル、最大速度時速2 8 6 9トルで最大化速度は 8G だった。語英語で使用されたマーキュリー宇宙船14号機は現在はバージニア州ハンプトンのバージニア航空宇宙センターに展示されている。この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物である。 アメリカ航空宇宙局のウェブサイトもしくは文書本文を含むありがとうございます。